トリリオンゲーム春、目黒蓮の思惑に驚きの声、すべて計画通りってことすごい。モデルプレス2023-08-11、スノーマンの目黒蓮が主演を務める TBSK 金曜ドラマ、トリリオンゲーム、毎週金曜夜10時からの第5話が、11日に放送された。春、目黒の計画に驚きの声が上がっている。 ネタバレあり、メグロレン主演、トリリオンゲーム原作は、ビッグコミックスペリオール小学館で好評連載中の原作、稲垣理一郎、作画、池上良一の同名漫画。主人公である、世界一のわがまま男春と、真面目で不器用なエンジニア、角という正反対の二人が、ゼロから起業し、型破りな方法で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いで。 この世の全てを手に入れようとなり上がる前代未聞のノンストップエンターテインメント。トリリオンゲーム春、メグロレンの計画に驚きの声春は、ケト院、イン、吉川孝治に、大手芸能事務所のゴッドプロモーション、ゴップロを一緒に買収しようと持ちかける。